毎年10月に本県で開催されます日中韓三カ国地方政府交流会議について、日本、中国、韓国の国際交流機関が協議しまして、日程や会場、テーマ等が正式決定したので、お知らせいただきたいと思います。まあ、今ご案内の通り、日本と中国と韓国、まあ、これは歴史のことも振り返っていろいろな足跡がありますので、国益をかけて、議論する外交分野においては非常に難しい局面ではあると思います。しかし、そういう局面であればこそ、交渉と交流は別物であり、その交流の厚みというものがあれば、国益をかけた交渉が難航しても抜き差しならない事態だけは回避できる力になるというふうに思いますので、地方の行政ということに関しては、外交マナーというのはそれぞれの地域の抱えている、共通の課題が随分ありますので、それをお互い情報交換しながら時代を乗り越えていこうという会議を積み重ねるというのは非常に有意義ではないかなというふうに思っています。そんな中で、会議の日程は10月の28日月曜日から31日木曜日までの4日間行うこととなりました。会場はアナクラウンプラザホテル松山で、1日目には開会式及び歓迎レセプション、2日目には基調講演など各種講演やパネルディスカッションなどの本会議が実施されます。会議のメインテーマにつきましては、北東アジア地方政府における地域資源を生かした魅力の創造、サブテーマは地域資源を活用した体験型観光の振興、持続可能な開発目標を軸とした街づくり、高齢化社会への対応、本当にこれは共通の課題だと思いますけれども、この3テーマに決定をいたしました。日本、中国、韓国の地方自治体の首長等がそれぞれの地域における取り組み状況等を発表した後、パネルディスカッションにより議論を深めるようなプログラムが予定されています。また3日目、4日目、には松山城や道後温泉、タオル美術館、内子の町並み等の観光施設の視察や、本県が生産量日本一を誇る柑橘の中からこの時期に取れるであろう極早生のみかんの収穫体験、農業機械の自動運転や農作業の効率化に取り組む県内企業の見学、しまなみ海道サイクリング体験等のエクスカーションが実施される予定です。本県としても中国や韓国との地域間交流の一層の推進につなげるため、両国の地方自治体と交流のある県内市長などと連携しまして、幅広く参加を働きかけるとともに、歓迎レセプションやエクスカーション等を通じて本県の魅力である食や県産品、観光資源等を積極的に PR 情報発信することでインバウンドの拡大を図るとともに、国際会議のさらなる誘致や観光振興につなげられるよう取り組んでまいりたいと思います。なお、付随してご報告させていただきますが、先週14日木曜日にソウルのチェジュ航空本社を訪問してまいりました。日台観光サミットを誘致の時に来県され、FM ファンになり、そして帰国後に、チャーター便の乗務を指示され、最終的に、定期便就航の決定を打ち出していただいた、今当時副社長でありましたが、今現在社長になられていますが、イ社長に、お会いすることができまして、まあ、週3便から5便に増便していただいたお礼、とともに、現在の状況、搭乗率非常に高い状況がさらに続いておりますので、まあ、可能であれば、デイリーの運行にご検討いただきたいという交渉を、させていただいたところでございます。まあ、結果はまだですけれども、社長からは、チェジュ航空の松山総線の開設は、実は非常に大きな、言葉は悪いですけども、賭けっていうのは言葉悪いな、なんて言ったらいいですかね、こう、
不安な中での侵攻だったという率直な話を聞かせていただきました。その理由はやっぱりアシアの航空が撤退したということ、中国航空自体が主要都市以外、主要都市がメインの路線であって、地方都市の開設は初トライであったということ、非常にそういう意味では気を使いながらの就航だったそうでありますけれども、非常に若者を中心に、その SNS で帰国後ですね、好評でして、温かい、おもてなしの雰囲気や、あるいは観光資源、アウトドア体験等々も含めてですね、それが人を呼ぶという結果につながっているというお話をいただきましたので、正直言って今他もですね、やっぱり地方知事大丈夫なのかという声がある中で、現在は韓国の航空業界において大成功と言われているような存在になっているそうです。好調なそういう利用状況も踏まえまして、3月31日から始まる2019年夏ダイヤの中でのできるだけ早い段階でのデイリー化を、検討しましょうという回答はいただきました。ただ実際にはインチョン航空でのスロットの確保ができるかどうかというのはこれからなんだということなので、猛スピードでアタックしてみるということでありました。それがもし実現できたならば、デイリーになる可能性は十分あるというふうに思っております。引き続き日中韓三カ国地方活性交流会議への参加呼びかけの場も活用しながら、韓国や中国の地方自治体の松山ソウル線、そして松山上海線、このご来県を積極的に働きかけて、さらなる利用拡大につなげていきたいと思います。以上です。